猫たちと小道具を配置して猫にまつわる言葉やことわざを表現した江戸時代の浮世絵版画。1852年に刊行された歌川国芳の例え尽くしのうち、猫の尻にさいづちは割に合わないことを、猫に小判は価値のわからない人に高価な品を与えても意味がないことを言いますが、猫の顔の前に好物の鰹節を出せば、これは油断ができない状況を招きます。猫も食わないはまずい食事のことを指すようですが、食べたくても猫舌で熱いものを食べられないなら仕方がありません。お膳の上には猫には食べられない熱い汁物のほかに、焼き魚、煮豆、たくあんにご飯が並んでいるようです。本作では擬人化されたものも交えながら、猫の顔と手足の表情が巧みに描かれています。